現在の運転状況を、ご説明します。4月16日の未明に熊本県などで発生した地震の影響で熊本県内や大分県の一部で列車の運休が続いている中、昨日鹿児島本線の熊本八代間の運転が再開されました。これで博多から熊本を経由して鹿児島中央まで向かう線路がつながりました。お伝えしましたけど、はい、ようやくですね。ずいぶん早い方だと思うんですけど、とりあえずね、どういう感じでこの物資とかが避難所とかそういういろんなところ届くかわからないんですけど、僕がここの鹿児島本線と肥薩おれんじ鉄道をつながって鹿児島中央まで行けて、よかったなと思ったのは、もちろん熊本のところはもちろんそうなんですけど、やっぱりね、陸路通って鹿児島に行くってルートが多分ね、それまで、ここつながるまで結構道路とかでも東九州道でね、大分周り、大分宮崎周りで行かなきゃいけなかったから、これで貨物列車の方もまた運行も再開されるということなので、そういう意味では鹿児島方面へのこの輸送路というか、こういうインフラがつながったということは良かったんじゃないかと思います。あとは熊本電気鉄道が確か上熊本と北熊本の間が今のところ月曜日を予定しているのかな。で、新幹線の方もなるべく博多熊本の間を早く再開したいみたいな感じになってますね。これから整っていくように、はい、はい。